ゃあ、もっと短い方がいい。かわいいけどね、これで乾くともうちょっと上に上がると思うから、このぐらいにしとこうかね。くるくるもじゃもじゃになったらどうする？もじゃもじゃヘアになったら怒る？怒らない。本当？大丈夫、絶対しないもじゃもじゃには。痛くない。根元のさ、この地肌のところ、頭の地肌のところはしっかり乾かして大丈夫。しっかり乾かしていいよ。で、口先の方はちょっとね、こうやってね、ちょっとこう、口先持ち上げながら乾かすの。何もついてないのと軽くついてるのとはだいぶ雰囲気違うんですよ。ちょっとだけ今もちょっと前髪どう？このぐらいでよかった。もうちょっと切る？もうちょっと切るか。ちょっと切るね。溶けますよ。裏がすごい綺麗な色。これほんと絡まないんですよ。でほんと細毛なんも溶かすのにめちゃめちゃいいので、下をこうやって溶かしていくの。こうやってまずね、ちゃんと溶けたでしょ。そしたらその次はこのちょっと上、それはでも1回でできないから、パチ分けてここら辺が今絡んでるじゃん。そこを順番にこうやってできたら根元。ほら、痛い？ほら、でね、ギュッと押さえるね、ギュッて、そうそうそう、そうそうそう、オッケー。次の、そうそう、そこも押さえて、そう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 。もう上手じゃん。で、その次は？もっと上。そう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 。
うん、できてるできてる。これ結構表面の毛しか救わないんですよ、最初は。溶けてたらその次のパネ、あの奥の方に行くんで、全部をまとめで溶かそうとしないんですよ、もともとブラシが。だから結構痛くなく溶けます。どうですか？すごいでしょ？これでもこれめっちゃおすすめだと思う。まあね、みゆきちゃんも髪しっかりしてそうですもんね。たぶんももちゃんもあれですけど、なんちゃんにはめちゃめちゃ相性がいいかもしれないですね。ね。よかった。ちょっと待ってね、ここからちょっと綺麗にサラサラになった後にくる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 ってやって、かわいいな。でしょ？見ててよ、もっとかわいくなるから。見てて、くるくるくる。なんかほんとちょっとゴージャスなやつ。はいよね、見てて、こうやってくれてる。やってみて。ドライヤーの時はこうやってやりながら、くるくる。そう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 。上手上手。できてるじゃん。上手。もっともっとくるくるって、もっともっと、そうそうそう、ずっとくるくるってやってる。そうそうそう。そうそうそう、上手じゃん。そうそう、そしたらこのままほら見て、こうやってちょっとこうやってやったらふわってなるでしょ。ママちゃんがめっちゃ手走ってる。ゆっちゃん見て、うちピーポしてる。どうしましょうかね。ちょっと切る、それともさっき言ってたぐらいけど、ちょっと触ってみて、めっちゃサラサラだよ。ほら、ごめん、ちょっと引っかかるか。でも毛先やっぱちょっと3センチぐらい切った方がいいですかね。ちょっとだけ切るね。ここがくるで、かわいい。
れじゃけど暇やん。Do you cut your own hair? Do you cut your own hair? Sometimes. You got a different hairstyle than last time. Are you filming? Oops. Man, I need to start training again. We've got a cat. Meow. 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 Meow